パリ五輪の陸上女子代表、山本祐馬選手、積水化学が2024年7月25日、同男子代表、豊田県選手、慶応義塾大学に関するフランス入り後のエピソードをインスタグラムで明かした。画像、ギャルピース、する豊田選手、空港でフランス語通訳してくれました。五輪開催が間近に迫る中、 日本陸上競技連盟の公式 X は25日、24分の7出発選手が合流みんなでギャルピース、と選手4人のオフショットを公開した。写真左から、女子3段跳びの森本まりこ選手、オリコ、男子110メートルハードルの村竹ラシッド選手、ジャル、男子400メートルハードルのトヨタ選手、女子5000メートルの山本選手が、それぞれ手のひらを上に向けてピースサインをしている。 この写真について、山本選手は、私と思いきや豊健くんが一番ギャルピうまいですねわら、とインスタのストーリーズで反応。続けて、豊田選手に関するエピソードを、ちなみに空港でフランス語通訳してくれました、そして現地の女性の目がハートだったわら、と明かした、豊田選手は6月の日本選手権で47秒99を記録して代表入りした。 大学4年生の21歳で身長195センチメートル。父親はフランス人で、ルーツがあるフランスでの五輪に向けて意気込んでいる。